はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第284回でございます。ちょっと先に言わせてください。あのね、さっき気づいたんですけど、ベロ下ね、ベロね、ベロにさ、口内炎ができてるんです。俺、口内炎がすごいできやすいんですけど、久々にベロにできてて、すごく喋りにくい痛いんよ。だからね、まあ、いつも以上に滑舌がちょっと微妙なところ多いと思うんですけど、しゃあねえなと思って聞いてください。すいません、よろしくお願いします。で、テーマがね、認めてもらえる嬉しさっていうテーマで、ほわほわ浮いているところに LINE スタンプ、本業、教育委員会と、まあ、そんな話で今回ね、ダラダラジオをお送りしますので、よかったら最後までお付き合いください。ほんじゃ、まず行きましょうか。どうしようかな。あっちから行こう。ふわふわから行こう。あのね、まず LINE スタンプなんだけど、これは2019年の今年のね、目標にもあった LINE スタンプがですね、まだ、いつってわけではないんですけど、まあ、おそらく順調にいけば、夏休み中に、発売はできるかもです。このカモっていう状態で言っちゃうあたりで、ね、ハイチクオリティですねでもね、ずっと何年も前からずっと作りたいって思ってた夢が今年でね、叶いそうです。はい。で、よくさ、 YouTuber さんとか LINE スタンプ作ってね、いらっしゃる方いらっしゃるんですけど、ハイチ要素はほとんどありませんハイチが作ったのに。で、ちなみに自分が手書きとかもしてないです。ちゃんとした自分の大好きなイラストレーターさん、この前発売した自分の本ね、本のイラスト描いていただいた方なんですけどに、直接お願いしまして、お仕事としてお願いして、今共同で一緒にね、案を出しながら作ってるとこなんですけど、なんかそのイラストレーターさんにはもっとハイチさん要素出しましょうよって言っていただいたんですけど、なんか自分の中ではみんなの日常生活の中で使いやすいものがいいなってすごく思っていて、まあ、ちょっとなんだろうな、こう、あ、ハイチだなって思う場面はいろいろあるとは思うんだけど、そう、でも、まあ、そんなものにしたかったので、あまりハイチ要素は強くはないんですが、ちゃんとしたものを、世に提供できるかなと思いますので、よかったら、この前さ、ツイッターで聞いたんだけど、みんなやっぱり学生なんで、こう、ポイント貯めてね、買う方が多いって言ってたから、ぜひぜひ、貯めておいてください。買ってほしい。使ってほしい。もうね、自分で選んでるからさ、もうすごい楽しみなの。本当に、本当可愛いんだよ。マジで。だから楽しみにしてて。で、次がね、本業なんだけど、これこの前の生放送した時にさ、本業の話しますみたいなこと言ってたんだけど、ちょっと今週撮れなくって、その動画。そうで、ダラダラジオで言おうかなとも思ったんですけど、一応ね、本業が何なのかっていうところと、なんで本業を隠してきたのかっていうところは、そんな重たい話じゃないんだよ。全然みんなも本業とかほぼみんな分かってると思うんだけど、伏せてるけどね。ちゃんと言ってないけど分かってると思うんだけど。でも、隠してきた理由とかは、ちゃんと話したいなと思って、顔出しでね、話したいなと思ったんで、今週撮れると思う。来週ね、ほとんど家にいないので、そう、今週撮らないと間に合わないからさ、まあ、撮ると思うんで、ちょっとごめんね、このダラダラジオでは喋らないんですが、もう少しお待ちください。で、教育委員会ですよ。ちょっと前だったかな、に、政府の方とお話をする機会があって、で、NHK にさ、ちょっと前に出させてもらったんだけど、で、その時にそれを見た、政府関係者の方からね、少しお声掛けをいただきまして、別に仕事としてはまだ何もまとまってないんだけど、そう、経済産業省の方にね、今知っていただきまして、ハイチの存在を。で、この前ちょっとお会いしてね、少し話をしたんですけど、まあ、それがどうなるかはわからないまだ。ね、これからもしかしたら政府の何かに関われるかもしれない。ちょっとわからないんだけど。で、その前にですね、まあ、これもちょっとこの前 Google さんでやったイベントの方で、そこのイベントを政府の方とか、教育委員会の方とか、学校の先生とか、企業の偉い方の前で、自分の活動を喋るっていう、場面があったのね。で、そこで知り合った、ある都道府県の教育委員会の方がですね、正式にちょっと一緒にやりましょうと、あることをね、これまだ具体的に決まってないんでね、全部喋ることはできないんですけど、そう、ある都道府県の教育委員会といろいろやっていくことに、
ほぼなりました。これはほぼ決定ですね。そうだから、なんかそうなのそれを一応言っておきたいなと思って。でやっぱりさ、去年とかも本書いたりとかしてたので、結構 YouTube のさ動画投稿のペースがおろそかになってしまったりとか、あとはまあ本当に昔から知ってる方だとさ、前はね本当1日 2,3 本とか投稿してたの、初期はね。そう、もう授業とか取りまくってあげてたから、だからその頃を知ってる方にするとね、 YouTube やめちゃうのかなって心配されることがたまにある、今でも。うん、だけど、YouTube やめるつもりも全然ないです、自分は。うん、あの動画投稿っていう形が、頻度がすごい減っていったとしても、別に今ある動画を消すつもりもないし、そうだから YouTube と YouTuber としての活動はねずっと続けていくんだけど、でもやっぱり自分は YouTuber になることが目標ではないし、 YouTube で有名になることが目標ではないし、まあ目標の一個ではあるけどね、最終目標ではないから、やっぱり教育っていう大きなものの中で、その自分のやりたい教育をやって、自分の貢献したいものをの子供たちにね、貢献したい形で貢献していくっていうのが自分の目標だし夢だから、だからそのためにはやっぱり YouTube って場所だけでやっていては絶対に叶わないのね。うん、だから今回政府の方とか、まあ、この教育委員会の方もそうなんだけど、すごく一つのチャンスだと思うし、そう自分の中では最近よく口に出してるけどさ、学校の先生、そしてみんなの親御さんね、保護者の方、親御さんに、認知してもらって、そして、まあ、今回の認めてもらえる嬉しさっていうところにもつながっていくんだけど、そこの、まあ、認めてもらうっていうところ、そう、あ、 YouTube でも勉強できるんだなって、それ知ってもらうのがまず一個だし、で見てみたら、あ、意外とちゃんとしてるじゃないって認めてもらえるっていう、やっぱそういったところに持っていって、日本の教育の形っていうのを少しね、微力だけどちょっと変えていけたらいいなと思ってるんでね、まあ、そんな風に頑張っていきます。だからまあちょっとこれ話がごちゃごちゃしちゃったんだけど、別に YouTube やめるとかそういうつもりもないし、 YouTuber としてももちろん頑張っていくんだけど、他のフィールドで違う場所でもね、配置として頑張っていきますので、ぜひね応援の方よろしくお願いしますっていう話でした。じゃあ本題に、知ってる？本題に行く前に7分半だって、喋りすぎだよ本題4分ぐらいから、まあそんな今ほとんど結構話しちゃったんだけど、あのね、その政府関係者の方とか教育委員会の方とかに認めてもらうのもすごく嬉しいの。やっぱり初期の行動は絶対、初期の頃には絶対ありえなかった話だからね。でもあのちょっと身近なとこになるんだけど、こうみんなのさ、お父さんお母さん、お父さんお母さんっていうか親御さん、 YouTube で勉強してるって言った時にどうなんだろう、結構いろんなリアクションがあると思うんだよね。まあハイチっていう自分の存在自体を知ってくれてたりとか、結構まあ親御さんがさ見つけてくれて、その自分の子供に、まあ、みんなにね、こういう動画があるけど使ってみたらって教えてくれてるお母さんとかもいっぱいいるからさ、そういったパターンだったらまだいいと思うんだけど、でも YouTube で勉強なんてありえないわよみたいな、そんないいものがあるわけないじゃないみたいな、そのさっさと普通に勉強しなさいよみたいなっていうのはやっぱり結構多い話だと思うんだよね。で、あとはやっぱ YouTuber というかネット絡みのさ不祥事だったり、 YouTuber ね、 YouTuber の不祥事だったり、あとはやっぱインターネットで知り合った人に会いに行っちゃって、ね、事故に巻き込まれ、事故とか事件に巻き込まれたり、まあ、本当ね殺されちゃったりとかっていう事件もあるわけじゃんか。だから当然だと思うの、そのネットの人間っていうところに対して不安を抱くのって。うん、自分はねすごく不安に思うと思うんだよね、こういう仕事してるけど。だからそのお父さんお母さんがそうやって不安になる気持ちもすごくわかるし、逆にもうちょっと言うと、今の子供たちとか学生のみんなってさ、なんだろう、 YouTuber とかそのネットの人間に対しての距離感が近いじゃんか。俺も34だからさ、やっぱみんなと感覚は違うの。どっちかというと多分お父さんお母さんの感覚に近いんだよね。そうだけど短すぎるなってすごく思ってるところもあるの。ちょっと短すぎるからこそ本当に変なやついっぱいいるからね。それはネットの人間だけじゃなくて、人間の中にはね、普通に人間の中には変なやついっぱいいるから、悪いこと考えてるやついっぱいいるし、そうだからもうちょっと危機感を持ってほしいなって思う場面はもちろんあるんだけど、まあちょっとごめん話がそれだけどね。でそうやって、まあ、お父さんお母さんの中に
ネットの人間だからダメみたいな風にやっぱ思ってって、そういう相談を受けてることもあるんだけど、長くやっていって、で、いろんなところで、まあ、テレビで見ていただいたりとか、いろんな場面でね、そのお父さんお母さんに目に触れてもらう中で、すごくお父さんお母さんの自分に対する考え方っていうか、見方が変わったっていうご家庭を結構見ることが多くて、最近。そう。で、それがね、すごく嬉しいの。うん。みんなからもらうメールとかもそうなんだけど、あと、結構お父さんお母さんから直接ね、連絡いただいたりとかすることもあるから、嬉しいんだよね。なんか自分がさっき言ったように、自分がさ、ネットの人間をちょっと斜に構えちゃう、あ、こういうことやってなかったらね、そうっていう風だろうなと思うからこそ、不安に思う気持ちが分かるからこそ、あの、ちゃんとある程度自分のことを知ってもらった時に、あ、そんなことなかったのねって。そうで、最近ちょっとある方とね、ある親御さんと、連絡を取らせて、電話させてもらうことがあって、ちょっとこれは詳しいことは言えないんだけど、あってね。で、その時にやっぱり最初はそういうふうにすごく、まあ、不安というか、いう気持ちが強かったんですっていうお話をされてて、でもこうね、動画を見させてもらったりとか、こう自分のことをちょっと知ってもらっていく中で、あ、そういう人じゃないんだなっていうふうに感じましたって、今はこう、まあ、信じていただけるというか、そういうふうに思ってますみたいなことを言っていただけてね、やっぱすごく嬉しいなって思うの。ちょっと話が前後しちゃうけど、さっき教育委員会の方とかね、政府の方の前で話をしましたって言ったじゃんか。で、実は今月も、政府の方ではないんだけど、企業の方の前で話す機会があって、それは去年も参加したものなんだけど、去年からすごくそういう機会が多いので、自分のことなんて全然知らない人ばっかりなのね。ファンが集まってる舞台で話すなんてほとんどないから、俺は。そう、全然自分のことを知らない方の、しかも社会人の方のね、前で話す機会が多くって、で、最初はもちろん不安だったんだけど、でもすごく刺激的だと思ってて、チャンスだと思うし、やっぱりそういう風に最初はさ、社に構えてるわけよ。しかも YouTuber だし、YouTuber、 教育 YouTuber、 何それみたいな、はぁみたいな感じで、もうなんかすごい目線を送られてるんだけど、でも自分が喋っていく中でちょっと見方が変わる。もちろん全員じゃないよ、全員じゃないけど、少しこう目の色が変わるというか、あ、興味持ってくださってるなっていう風に変わっていったりする姿を見ていくと、やっぱり、まあ、それは認めてもらえるまでは言ってなかったとしてもさ、でもやっぱ自分に対しての考え方というか、まあ、自分に対してっていうのが一個の YouTube で教育っていうものに対してっていう風に重ねて考えてるから、そこに対しての、まあ、誤解を解くというか、風になっていったらいいなってすごく思ってる。そう、まあ、そんな感じでね、まあ、もちろん自分のことを全員が全員ね、認めてもらえるってのは難しい話ではあるんだけども、これからもそういう風にね、思ってもらえるように、まあ、一個のね、ちょっと誤解というか、こう色眼鏡で見てる部分がね、色眼鏡で見られてしまう部分がすごく多い業界だから、 YouTube はね。そう、だからこそこういろんな姿を見せて、いろんな方にね、ちゃんと活動を見てもらえるようにしていきたいなって非常に思うっていう話でした。まあ本当嬉しかったよって話なんだけどね。でもだからこそというか、じゃあなんか油断してもいいかっていう話ではないしね、もっともっとしっかりして兜のを締めて頑張っていかなきゃいけないとこではあるんだけども、あ、嬉しかったんで共有しましたっていう話でした。ちょっと話しすぎちゃった、ごめんね。はい、ということで、じゃあ今回ね、ハイチのダラダラジオはこんなとこでございました。まあ、最後にさ、全然関係ないんだけど、ちょっと前にハジっていうね、うちの弟が勝手に動画撮ったわけよ。見てもらった方もいるかもしれない、金髪のね。そうね、なんでハジの方が高評価多いその日さ、俺、暗記術みたいな動画を撮ったわけよ。そう。でさ、おかしいんだよ。ハジの方がね、高評価も2倍ぐらい。さっき見たらね、2倍だったしね、再生回数も 1.5 倍ぐらいハジの方が多いんだよね。グレるよ。ちょっと頑張るわ。ハジに負けたくないんでね、とかいう話でございました。まあ、そんな感じで、たまにちょっと、ふざけたというか、茶番入りますけど、これからもこのチャンネル、ぜひ、皆さん、応援してください。よろしくお願いします。はい、という長くなりましたが、今週のダラダラジオは以上です。いかがだったでしょうか。また次回ね、何か喋っていきますので、よかったら、来週の方もぜひね、また聞いてみてください。では、今回のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。